ほうけさ型は、柔道の固め技のそもそも込み技の一つである。行動官、国際柔道連盟での正式名称。愛不略号クック。ほうけさ型の基本形、下さ下型系のそもそも込み技のうち、相手の頭上の向きに向きながら、相手の頭を抱えないもので下下、ガタ型に含まれないものを、ほうけさ型に分類している。書籍、柔道技の見極めハンドブックでは、 相手の片腕と頭を抱えないものはけさ方には含まれないとしている。一方で、映像資料、行動感柔道固め技分類と名称では、相手の頭を抱えないで、相手の前、襟を持って、上半身を制しながらのそもそも込み技もけさ方だとしている。基本型は、片方の腕で、相手の片方の腕を脇の下から抑え込み、もう片方の腕で、 相手のもう片方の腕を抱える。今朝方の基本型よりも技に入りやすく、試合で使われる割合が多い。入り方は今朝方と同じで、違いは釣り手の使い方である。相手の頭を取らず畳に乗せるため自分より体の大きな相手には非常に有効である。頭を抱える通常の今朝方と異なり、自分が 相手の脇を刺した状態であるため、バックを取られる、危険性が少ない。崩れという名前ではあるが頭を抱えるけさもとより、形に入るのが難しく、入りさえすれば安定性や、さらなる連携への親和性は高い。バリエーションは、下記のものなどいくつかあり、書籍、寝技の風光るには、腕座膝肩の一種キーロックをかけながらの方けさ型が、掲載されている。 相手の右から押さえ、左手で、相手の後ろ襟、または、左襟を取り、右手を床につくうけさ方もある。相手の右腕を、両足で挟みながら押さえても良い。カスガロックを併用しながらのうけさ方もある。相手の右から押さえ、左手で、相手の右手を手四つのような形で畳に押さえ、右腕で、相手の頭を抱えるうけさ方もある。 柔道かわいしメソッドでは両脇で相手の両手首を抱え両手で相手の両肩あたりを掴んでのほうけさ方が紹介されている。方枕げさ方方枕げさ肩は枕という技術を使った枕げさ肩の形の方けさ肩。相手の脇の下を通した腕の手で自らのものを掴む。別名頭肩裏げさ肩は 相手の肩上から押さえ込む方けさ方。相手の右側から押さえる場合、左手で、相手の後ろ襟をつかみ、相手の肩肩肩腕を背に押さえ込む。相手の脇の下を通した腕の手で、自らのものをつかむ、枕という技術を併用することが多く、書籍、木村正彦柔道の技では、枕げさ方の名称で紹介されている。記録映画。 柔道の神髄三船十段では、枕を使わない形のものが、裏下さの名称で紹介されている。肩下さ肩がたげさ肩は、包けさ肩の一種である。相手の頭や自分と、反対側の脇を抱えず、自分側の腕を持って、相手の肩に体重をかけて押さえる。七大柔道では、そもそも込み技として認められないが、 他のそもそも込み技からこの体勢に移行した場合は、抑え込みは継続する。七大柔道では、申し合わせ事項でこの技を、腕だけを巻き込んだ形と表現している。腕管のように持った相手の腕の手首を持ちもう、一方の手で、自分の手首を持って、相手の肘を極めると変形の腕座腕型となる。UFC2 トーナメント2回戦では、レムコパドゥールが、 オーランドウィットに対し子の体勢から頭部に肘打ちを連打してノックアウト勝ちしている。はがい方は、リバースフルネルソンの体勢で相手を仰向けにし、相手の横について抑え込む方向下方。相手の首関節が決まりやすい。首関節が極まると柔道においては、反則になるので、決まらないように抑え込む。船保固めは、柔道家の船。 久保遥ルが中学校3年生の時に編み出した特殊なそもそも込み技。試合での決まり技としては、うけさ型や肩型に分類される。グランドスラムエカテリンブルグ2019では船久保自身がジェシカクリムカイトにこの技で勝利している。また、船久保肩と似た技で肩三角グリップをかけながらのうけさ型もある。肩三角グリップは、 ガブリの体勢から、相手の片腕と頭部を、両腕で抱え込む。相手を、相手の足側に押し倒すなどして、相手を仰向けに仕方方同様、抱えた相手の腕側のサイドについて、肩三角グリップを取ったままうつ伏せで抑え込む。柔道において、肩三角グリップは立ち姿勢や、クローズドガードポジションから取ると、首関節への危険防止のため、 待てとなるため家庭でこの体制にはならないようにする。松本薫が多用することで知られる。例えばグランプリデュッセルドルフ2016でエレーヌルスボーに三角の外にある腕側に横転させる形で抑え始めている。柔道では後けさ方と方けさ方は別の技とされている。かつて行動官では後けさ方は方けさ方に包含されていたが、 2017年に国際柔道連盟に合わせる形で分割された。ありがとうございます。